こんにちは、劇花のフリアです。リアルタイムで見ている方はこんばんは、フリアです。初心者の方、今日は初心者の方に向けての動画をですね、久しぶりに撮っていきたいなというふうに思います。ポット苗を皆さん買ってくるとは思うんですが、そのままにしている方って結構多いんですよね。で、そのままにしているぐらいの、もう今年、もう今からこの春ガーデニング始めましたっていう方にはね、ぜひ見ていただきたい動画なんですけども、ポット苗のものをそのまま、まあ、ベランダとかに置いて育てている方っていらっしゃると思うんですね。で、そのままでもある一定期間は大丈夫なんですが、その後ですね、育ってきた時に植え替えっていうのをしないとうまく育たないんです。で、植え替えのそのポイントを今日はですね、4つに絞ってお伝えしていきたいと思います。できるだけ短い動画に仕上げたいと思うので、まあ、最後まで見ていただければと思います。1つ目がポット内で育てるとどうなるか、2つ目が鉢植えに植え替えるんですけども、その時に必要な、土、これどんな土を使えばいいのか、3つ目、植え替えの準備と材料、そして、手順、これをお話しします。4つ目、最後が植え替えの具体的な方法を画像をですね、使って、お話ししていきたいと思います。で、これね、まあ、実演でこんな風にやるんですよっていう動画もいいと思うんですが、概念をですね、今日はお話をしていきたいと思ってますので、あえてですね、画像でお届けしていきたいと思います。概念が分かってるとめちゃくちゃこの後ね、応用が効くようになりますから、ぜひですね、その大枠をね、しっかり捉えていただいて、学んでいただければと思います。ポット苗買ってきてそのまま置いといて、そのままお水をあげて育っていくとどうなるかなんですけども、花がですね、たくさん咲いてくるんですが、ポット苗だとそのままね、成長ができないんですよ。成長ができないの。で、植え替えの時期とか目安っていうのは、買ってきてもう1ヶ月もしたら、1ヶ月以内かな、植え替えしてほしいです。できるだけ。で、特にね、マーガレットとか、ペチュニアとかは、根っこがもうギチギチに回った状態で、出荷されてくることが非常に多いんですね。そういったお花の場合には1週間とか10日ぐらいでできればね、植え替えをしていただきたい。ポットのまま、まあ、気軽に楽しむっていうのも園芸の一つのね、楽しみではあるんですけども、できればね、植え替えに挑戦していただきたいんです。で、2つ目、鉢植えに植え替えるときにどんな土を使ったらいいかなんですけども、僕いつも言ってるのはここポイントです。ポイント、よく聞いてくださいね。ホームセンターさんで20リットルで1000円以上の培養土、これです。ホームセンターさんで20リッターで1000円以上の培養土、これが一番いいです。で、まあ、高ければ高い方が土っていうのは、今のところいいものが多いです。高くてもダメなものってのはあんまりないですね。逆に安くていい土を探そうと思うとめちゃくちゃ難しいです。これだけはもう本当に言えますね。で、安い土を使って失敗したっていう例はいっぱいあるんですよ。いっぱいあります。で、土が悪いですね。で、土が悪くなってしまった時に土を入れ替えたりしなきゃいけなくなっちゃうんですけど、その手間もありますし、土の入れ替えはもう根っこがね、動いてからだとちょっとね、根っこ切ったりとかしなきゃいけないんで大変です。なので、そこで失敗しちゃうと取り返しがつきにくくなっちゃうんで、できるだけそこは避けたいんで、もう高い土、ね、鉢は安くていいんで、土は高いの買ってください。これ大事。で、あとね、土の処分まで考えると、これ燃えるゴミで出さなかったりするわけですよ。ね、行政でアウトって言われてるところが結構あるんで、その場合はうちでね、オリジナルで作っている膨らむ培養土っていうのがあります。で、この膨らむ培養土に関して言うと、燃えるゴミに出せる土として、日本でですね、おそらく他には見当たらないんじゃないだろうなっていうふうに思っています。で、まあ、すでにね、この動画を見ている方も、使っていただいている方もいらっしゃるかもしれませんが、水はけ非常にいいですし、天然素材だけで作ったものなので、非常に環境にも優しいです。なので、もしよろしければ、うちの土を使っていただいてもいいと思います。で、3つ目、植え替えの準備と材料、そしてその手順ですね。
まずですね、ポット苗、ポット苗なんですけど、びちょびちょの状態でもいいですし、乾いた状態でもいいです。ただ濡らしておいた方がいいので、濡らしてから植え替えするとちょっとめんどくさいんでね、水をあげた翌日に植え替えとか、水をあげた翌々日ぐらいに植え替えなど、作業が非常に楽になります。で、2つ目ね、土あるじゃないですか。基本、肥料入り、元肥入りっていう風に書いてあります。元肥っていう、まあ元になる肥料が土の中に配合されてるんですが、まあ、春でも秋でもいわゆる草花っていうのは追肥っていうのが必要になってくるんですね。追肥も必要になってくるし、元肥もプラスする必要があるんですよ。なので、マグアンプって言われている、商品名ですけど、マグアンプっていう商品とか、あとはですね、うちで、まあ、販売しているこのプロが使う基本肥料、これですね、これをですね、ごぼう鉢に対してティースプーン1杯、まあ、ごぼう鉢って直径15センチなんですけど、まあ、1杯ですね、これ入れていただいて、かき回していただいて、植え付けるっていうやり方を取っていただければなというふうに思います。で、追肥っていうのは植え込んだ2週間後ぐらいから与える肥料のこと。それももちろんこのプロが使う基本肥料、これでやっていけます。でこれは4ヶ月効き目が継続するので、1回与えたら基本1シーズンそれ持っちゃうんですよ、ね。でまあ春の花って秋、まあ、冬寒くなるまで咲くので、まあ、通算2回ぐらい与えれば OK かなっていうふうに思います。準備するもの、何が必要なのって、植え替えの動画見ても分かんないかった経験ってあると思うんですね。僕も何が必要って話すのってそう言われてみれば初めてだなって思います。ちょっとざーっと言いますね。購入した苗ありますね。それと植え替え用の鉢、鉢は通常なポット苗が 3.5 号って言われている苗が多いので、5号の鉢を用意すればいいです。5号の鉢、まあ、一回りか二回り大きいものに植え替えるっていうのが基本ですね。ポット苗の場合ですよ、それ以上の大きい鉢になった場合にはまた別です。そして培養土ね、これを用意してください。そして鉢底石、これを用意してください。鉢底石っていうのは鉢の下に、まあ、ここにも画像出てますけど、下に引く石のことです。これは水はけ良くするためのものなんですけども、うちの膨らむ培養土を使う場合には鉢底石不要です。そのまま水はけいいので使えます。そして土入れ、スコップみたいなのがねあるんですね。このねスコップで、あれペットボトルをバーンって切ってもね、ペットボトルをバーンって切るだけでも、その代用品として、使えたりするので、同じような形に切っていただいて使っていただいても OK。 まあ形から入る方だったらこのねスコップ、園芸用のスコップですね。こういうシャベルじゃなくてね、園芸用のスコップがあります。100均で売ってますから、それを買っていただくといいと思います。あとね、割り箸。これ、ね、結構重要なんですけど、苗を植え込んだ後に、そのね、土の隙間をね、こう、つくために割り箸を使うんですが、これは、2ポット、3ポット植える場合に、苗と苗の隙間をね、割り箸でつついていくんです。土が入らないからね。なんだけど、一苗だけを植えるんだったら割り箸いらないです。ここを覚えておいてください。あとは、鉢底ネットって言われているものなんですけど、鉢底網とか鉢底ネットって言って、まあ、こういうシートで売ってたりしてるんですね。それをね、鉢底の穴がこういう風にありますから、ここの上にこう乗せる感じで網を入れてください。で、この網っていうのは、何のためにやるかというと、下からの虫の侵入を防ぐため、あとは土が流れ出るのを防ぐため、この2つの用途として使っています。なので、鉢底ネットって意外と地味なんですけど、意外とですね、これ大事。大事なんで、これは入れるようにしてください。これも100均で売ってますんで、それを買っていただければいいと思います。そして、お待ちかねの植え替えの具体的な方法なんですけども、まずですね、必要な材料を揃えてください。そして、鉢底網を敷いて、鉢があったら鉢底網を敷いて、鉢底石を入れて、膨らむ培養土を使う場合には鉢底石なしで OK です。で、土を入れます。で、土を入れるんですけども、ポットをその後仮置きするんですね。で、ウォータースペースっていうのがあります。
鉢のですね、これが鉢だとするならば、水を、ね、溜めなきゃいけない場所があるわけですよ。ここが鉢の縁だとしたら、だいたい1センチとか 1.5 センチ。ここの場所にポット苗の肩の部分、ポット苗の、土の表面ですね。このぐらいの高さに来るように設定してください。仮置きをします。なんで、土が多すぎたら減らして、土が少なすぎたら足しておきます。で、横の、隙間のところに土を入れていくっていうのがやり方です。で、ポット苗の抜き方を最後にご説明しますけど、本来であれば、まあ、仮置きをね、するときにお話しするべき内容だったんですけど、ポット苗ね、抜くときは、ちょっとね、もみもみしてからこう抜くと抜けやすいです。で、この状態では抜きにくいので、まあ、僕はね、持って逆さにしてこう上げちゃうとか、こんなやり方をします。今日ちょっとポット苗あった方が良かったですね、この話。ごめんなさいね。まあでもね、抜けばいいんで、で、根っこがあまりにガッチガチに張ってるものは、抜けない場合があります。抜きにくい、なんか根っこを傷つけちゃいそうで怖いっていう方もいらっしゃると思うので、その場合にはもうハサミでね切っていただいたりとかしていただいても全然 OK です。ということで、こっちにね画像を出してますけども、根っこが回りすぎてた場合にはザク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 と十文字切りってやり方があります。これですね、それぞれのちょっと細かい話で申し訳ないんですけど、育て方の動画がありますので、例えばネモフィラ育て方とかペチュニア育て方とかいう、僕の育て方の動画があるんで、そこでですね、全部植物ごとにご紹介をしています。根が回りすぎている時には根っこをある程度ほぐすってことだけ覚えておいてください。概念としてね。なんでほぐさなきゃいけないかって言ったら、根っこをほぐした方が、切れた根っこのところからさらに新しい根っこが出てきて、こうね、張っていくんですよ、根っこが。で、根っこが張れば張るほどですね、上の部分が大きく育つので、そこ非常に大事ですね。大きい、く育ってくれてたくさん花が咲くようになるので、こういった作業をするわけですね。ということで、まあ6つ目最後、ポット内抜いて、あ、順番大丈夫でしたね、土を入れていくっていう感じです。ということで、簡単なんで、ただ概念を理解しておくと応用が効くんで、ここまで初歩的な動画っていうのは僕も撮ったことがなかったので、まあ、本来ですね、需要があるのかどうかってところか、ちょっとわからないんですけども、ぜひですね、初めて園芸やるっていう時には、もう初めての方は、この動画、ここまで見ていただいたらもうバッチリですので、安心して植え替えやってみてください。そして、わからないことがあったらば、概要欄にですね、LINE のリンクが貼ってあります。そこにですね、ポチッと登録していただいて、質問をですね、送っていただけると、僕が答えるという、こういうサービスやってますんで、もし、必要、もう困ったって時には使ってみてください。ただね、無料のサービスなんで、お返事するまでに数日かかることもありますから、それはもうゆっくり待っていただければと思いますので、よろしくお願いします。あと、この動画で見ていただいて、面白かった、役に立ったっていうことは、高評価のグッドマーク、そしてチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。ということで、またお会いしましょう。さようなら。